こちら、デボコです。今日はもう木をね、はい、ありがとうございます。その前にちょっと先輩のプレゼントなんですけど。何よ、はい、困っちゃうな、それ。僕のバッターんですけど、あの少年野球を教えられるときに、うん、あの子供たちにちょっと振ってもらって。本当そういう清ってさ、なんでそういう男なんだろうな。俺パンあげるからもらったやつ。愛ちゃんが今日来てるじゃない。愛ちゃんもらったやつさ、あげるから。いや、あの僕もちゃんと終わってから打てるようになろうと思って、うん、バット作ったんですよ。これ。あ、何本かやっぱり。わあ、すごい、サインまで。はい、これは打てないっしょ、これ。あった、はい、飾っとくって感じ。じゃあこれをこうやってやりましょう。いや、ありがとう、キヨ。いえ、とんでもないです。はい、まあ、こういう男なのよ、皆さん。いえ、ね、今日はまあ、このきっかけはさ、はい、あの俺もキヨもやっぱ禁止した時間がすごく長くて。そうですね、うん、はい、やっぱり最初キヨも絶対後で笑い話になるっていう、俺がそうだったから。あ、でも俺1年だったじゃん、はい、1年半ぐらいだったの、はい、長かったよな。よね、そうですね、やっぱり長かったですね、はい、人はさ、いや自分でやったんだからしょうがねえよっていう見方も、これも正論じゃん、はい、で自分もそんなの分かってんじゃん、はい、だけど長いよな。そうですね、でも自分にとってはいい時間かだったなと思いますよ。そうだろ、はい、だんだんそうなってくるんだよ、はい、で実際顔色が違うもんなっていうか、表情が。あ、そうですか。よかった。だからそれでしたキヨが、その俺らも謹慎中にその韓流ドラマとかさ、はい、長いのを見るのがすごい暇つぶせないから、とにかく1時間がもう1日に感じたじゃん。そうですね、あのテレビが見れないんで、まあ、自分の事件が出てきたりとか。やだよな。だからちょっと現実逃避したかった。わかるわかる、はい、そうすると全然違うものを見て時間潰すのがあってさ、でさ、キヨがこの YouTube を見てて、で先輩はちょっとあの YouTube 見てんですよって、で俺も出ますよって言ってくれて、そうじゃね、でもねって、キヨって片岡あっちゃんとか後輩が頼む分には、実際こんなキヨが出たらドーンってみんな見んだから。とんでもないですよ、見んだって。だから俺嫌だったの、本当に。本当にそれがね、キヨが言ってくれて、こう、まあ、何がキヨがやりたいかっていうと、はい、キヨとライオンズが入ってくるようになったじゃん、はい、あのあたりの話からしたくて、はい、あ、そうですか。実際にドラフト俺たちも見たら、はい、キヨがどうやったって泣いてる顔じゃん、はい、泣いてたじゃん、はい、いや、こいつ嫌なんだろうなって、そのライオンズとかじゃなくて、って思って全員見てたの、俺らは。ドラフト。あ、そうですか。気を入ったよ、うちが、みたいな。いや、僕はもう、あの根本さんが、うん、バッと口上げたじゃないですか。うん、西武どこにあんのみたいな。僕は大阪だったんで。阪神か、近鉄か。だから、自分に来てなかったチームはやっぱりジャイアンツ、阪神、うん、中日は行くって言ってたんですよ、うん、はい、中日も、はい、その3つはそれ以外はあの社会人野球の方に行くって言ってて、うん、それでまあ西武かーってのですごいちょっと、はい、まずなんでっていやねえ、あの埼玉ですからね。その東京の地図は分かるんですけど、埼玉はどこにあるか分かんないし。じゃあ俺もだった、まず俺大阪行った時、大阪の奈良に奈良と、大阪の中に奈良と京都があると思ってたから。そんなレベルじゃん。だからそうです本当に。だから本当に何も知らなかったんで、うん、で桑田がジャイアンツ指名されたじゃないですか、うん、もし桑田が指名されてなかったら僕セーブ入ってなかったんじゃないですかね。 あいつが巨人ガン行ったから、はい、俺も負けてられへんみたいな感じで。ちょっと話飛ぶけど、今日がジャイアンツの時泣いた時、俺一番先見つけたの、ベンチで。やばいやばい、今日泣いてますっつって。あの時みんな知ってる、もらい泣きしてたの、俺らも。え、なんすか。もらい泣きをしてたの、清の涙見て。いつですか。日本シリーズだよ。あ、そうなんすか。9回かなんか泣き出しちゃったじゃん、はい、で辻さんかなんかが慰め行って、まあ、そういうとこ行くまでに清がまあ入団決まっちゃったじゃん、はい、で気持ちを変えてきたわけじゃない、はい、どう思ったの、ライオンズの量見て。いや、環境すごいなと思いましたよね、あの時は、はい、まあ、確かあの頃日本一って言われてたんだよね。そうですね、ライオンズは、うん、もう本当に野球するだけの環境で遊ぶとこ何もないし、うん、はい、散歩ぐらいじゃん。そうですね、喫茶店しかないなかったですよね。だからその前、僕のドラフトの年、あの日本シリーズやってたじゃないですか、うん、阪神と。やってたと、はい、だから強いチームなんだなっていうのはあったんで、あ、チャレンジしてみたいなと思いました。うん、はい、俺なんかはさ、じゃあ今だから言いますけど、私は1年目サードやらされてね、
なんでキャッチャーの俺がサードやんだろうって、秋山さんがサードだったの。で根本さんは大長島を作りなかったんだって。で1番3番にしたんだって、清が入ってきたのでね。ああなるほど。でサードとファーストだったんだって。あであんまりこうちゃんが秋山さんが上手じゃないから謝っちゃったんだけど、で俺がサードで秋山さんがレギュラーでなのに、なんで俺がサードやんだろうと思ったら、片平さんがもう 1,2、はい、年だと計算で、翌年はストッカーで1軍で使おうとしてた時に1個下のファーストのやつが入ってきちゃったのよ。いや僕も本当にでも俺はないだろう。キヨ、いやジャイアンツ行っとけよお前。いや本当そう思うでしょうね。そうでしょ。だからな、まあ、ライオンズの時はね本当に、うん、そういうチーム事情も全然わかんないんで、うん、はい、もちろんね、はい、だって伊藤さんとかキャッチャー知ってた？あ、全然知らない。秋山さんってのもまあ何だか秋山さんは知ってました、やっぱりホームラン打ってたんで。辻さんとかじゃ知らないでしょ。はい、そりゃそうだよな、はい、頭は巨人か阪神か。そうですね、だからレギュラーメンバー言えなかったですね。そうだ、当時の阪神のレギュラーメンバーは全部言えましたけど。もちろんな、はい、で寮入ってきて俺らが田辺喋れないから、そうです、ね、黙るから、はい、俺がお前が先輩たちに清の教育係お前なって言われたけど、教えることはなかったの、はっきり言って。だってできちゃうんだから、まず礼儀は正しいで、こう言葉遣いはちゃんとする、はい、であれも清に言いたいんだけど、お前がちゃんとしすぎて俺のが怒られるっていう。いやいや、お前が教育されろって言われて、田辺ちゃんにお前がさちゃんとしなきゃダメなんだぞ。あれはないわ。あれもでもライオンズ寮入った時に、うん、電話当番またやんのみたいなことありましたよ。 PL でやってたのそれ。1年生、1年生がありました、あの時な。はい、だからやっと入ってきたと思ったら清が入ってきて、プロに入って電話当番して、あと説教もあったじゃないですか。あったあった、正座させられて。正座させられて俺やってないよ。あと藤野さんだ。俺も座った、俺もとか一緒だから座ってるよ。なんでプロ入って生活してるんだ。あったよな、はい、でキャンプの時もさ、はい、やられた時はあ、いたわ、いたよ、あの辻さんとか、あ、そうですか、伊藤さんとかの。あ、じゃあキを外されたんだ、森山さんが入ってた問題児が。あそれで、まあ、厳しかったですよね。厳しかったよ、お前何年目だよオロラみたいな、はい、で特別扱いはしないじゃん先輩らが。そうです、ね、清原和博っていう高校野球であんだけやったって1年目だったじゃん、はい、あのチームって。そうですね、それ2月のキャンプがいきなり金森さんと同僚だったんですよ。またビール入れたの。もう大先輩じゃないですか。もう部屋2人っきりで、もう僕ずーっとこうもうあの部屋でも、でも清とたまーに真面目な話したの俺覚えてて、清はやっぱ甲子園でみんな打つと思っているじゃないと、はいはい、あれってどうだった、俺嫌だったんだよなって。大久保が出たら県人予選だよ俺らは。ああ、いやいや、そんな毎回ホームランなんか打てないと思ってねえしって言った記憶。いや僕らプレッシャーありましたよって言ってたんだよな、甲子園だよ。あ、甲子園ありましたね、やっぱし。はい、1年生2年生の時はそんなことなかったんですけど、うん、3年生の時特にありましたね。そう、はい、もう1年生の時はもう何わけわからずに終わってしまったんで、うん、その打つ打たないより自分のエラーで負けたらどうしようっていう、はあ、ことばっかりだったん で入学して夏の甲子園まで14、15キロ体重落ちたんで。1年生の時、はい、はあ、わずか3、4ヶ月で。はあ、どういう小学生だったの清は。野球いつから始めたの。僕は9歳からですね、リトルリーグです。9歳からリトルって入れんだっけ。もう入ります。入れんだ。はい、でかかったもん。大きかったですね、5年生で155ぐらいだったですね。はあ、俺がね、俺覚えてるのは6年生、あ、中1の時に161センチ61キロってのを覚えてる。それでまあまあ、まあ、もちろん後ろから2番目が後ろぐらいだった、うん、僕は中1174号ありますよ、ね、はあ、はい、あ、橋本清志なんかさ、はい、小学校6年の時183あったって言ってたよ。打てないでしょそれ。それ何の影響だったの、野球やったの。まあ力が有り余って、もうとにかく悪さばっかりするんで。そうだろうな。それでまあなんか電柱に張り紙がしてあって、うん、それでなんか遠投50メートル走だったんですよ、うん、それでなんかまあ岸辺で誰が一番なんかなみたいな、それ受けに行ったんですよ、うん、野球やりたいっていうよりその
誰かに勝ちたいっていうので、その50あの遠投と50メーター走って9歳の時に、はい、その時から負けん気強かったのそうスリートリーグ入ってからですね。あでそれまでその野球みんなであんまやったって記憶はないんだ。あ全くないですね。親父がやるとかでもなく、ない全然ないです全然ないです。はあ今日って何兄弟なの。3人です。関係性は、はい、姉が3つ上にいまして、ね、自分で4つ下に弟です。うん、はい、じゃあ姉ちゃんじゃ影響ないしな。弟じゃ6歳とか7歳だもん、ね、姉がすごい頭良かったんで、はい、だからほとんど交わることなかったです。交わらないだろうな。そのまあはっきり言えば英語で言えば不良だった企業とさ小学校留学姉ちゃんと、ね、まあ、そういう環境で、まあ、トントン拍子行くじゃないとりあえずは、はいはい、でライオンズ入ってきてそのキャンプの時にさキャンプってまあそこそこバッティングピッチャーも、はい、それは高校生に打ちやすいから、打つじゃん、オープン戦行ったじゃん、はい、その時もうやれると思った。PL の時に、うん、あの僕公式戦以外はあのと練習試合以外は全部キレ打ってたんですよ、うん、だから木のバットの対数あれはほとんどなかったんですよ。あそうだ全く関係なかったもんな。それでそのいやプロのピッチャーのスピードってこれぐらいなのかなという感じで、うん、まあ、その今と違ってそんな球種多くなかったじゃないですか、うん、確かにストレートスライダーフォーク、まあ、カーブぐらいだな。ただフォークはやっぱり戸惑いましたね、うん、あプロ入って、はい、あんま投げねえからみんな高校野球ではあんま見たことないんで。ああ確かに確かに縦の変化っていうのは対応するのはちょっと大変でしたけど。はあでさその野球俺が1年目の時だ今日が入ってきちゃったからやること俺アメリカ行かされたわけよ、はい、だから今日とお付き合いがあったのが3月ぐらいまでの最初。ああ1月のそうでしたっけ。そうだよ自主トレ来たよなあれ今日来ました。はいだから2、3ヶ月ぐらいしか付き合いなく、いや4月に行ったんだ俺清のホームラン見てから行ったの。あそうです、ね、デビュー戦何回だあれ。あ何回です。はい左中間に。そうですね見たんじゃない俺第2球場で行ってうわーって聞こえたから、あこれまさか清打ったんじゃないかと思って、清が打ったの。 あの頃ジャンプできたもんな清。いやいやいや、やっぱりあのライオンズの選手みんな足速かったじゃないですか。速かった。でも俺びっくりしたのはこの間岡村さんとも話したのね、はい、岡村さんがと話した時に清が中間走みたいなさ 400m とか、はい、800m を1位で帰ってくるわけよ、はい、だから最初速かったじゃん。だから夏の甲子園終わってもう徹底的に走り込みましたから。ピール練習も結構プロに似てるんですよ、うん、だから冬はもうほとんど走り込みっていうか、うん、軽く作りなんで、うん、野球はほとんどしないって感じですか。でさ寮に入ったじゃん。俺は一番目に門限破ったのが入寮した当日に鍋ちゃんに連れてもらったのあのリンガーハット。ああリンガーハットですね。ああ東大和の あれで誰と行ったか覚えてる。いやあの時木下さんとか俺らだよ。だからみんなですよね。リンガーハットじゃなかったっけ。そうですよね。青梅街道。青梅街道。そうですね。キヨが今度寮出てさあのやっぱそのリンガーハットの方からほらあっちの青梅街道とか新青梅かなんかで、はい、球場来たじゃん、はいはい、で球場ついてさその時一軍いたの、はい、びっくりしましたよってなんかルームミラー見たら火が出てるからなんだへんってこの車かなんか知らないけど HK のが通ってんなと思ったら自分の車が火吹いてたって覚えてない。フェラーリかなんか買ってありましたね。でしかも大丈夫だったんか、はい、ガソリンスタンド入ったんでって危ねえよってあと車止まった事件もありましたね。なんだっけあの散歩の駐車場。そうそう覚えてる。僕隠れて車買ってたんですよね。俺らもそうみんなそうじゃん、はい、いや先輩その時僕も久しぶりにデーブって言わせてもらって、そうそうそう、はい、デーブ車エンジンかかないんですけどどうしたいですかって一回やごいよっつってなんでかかんないのって言ったら、いやラジエーターもいろんなの見たんでラジエーター知ってんのかなと思ってさ行ったら今日からまた寮に電話かかってて、一回来い来いもどっしゃぶりだったの覚えてる。あそうです、はあ、でさ行きは傘二人でさしてってさで車乗って何が悪いんだろうなってパッと見たらドライブに入ってたいやもうほんとびっくりしましたね。もう今日いいですとか言って二人で俺が覚えてるのは二人でも傘も
傘もせずにビッシュッて帰ってせっかく門限抜けたのになあれ、はい、抜けるのもさ、はい、結構命がけだったじゃんあれ。そうですね、僕ら出過ぎてですよね最後なんかあれなんか金網なんか魚こういうのつきましたもんね。あの命がけでしたね。少年院かみたいなんさ。そうですね、酔っ払って帰ってきて強い血だらけになった先輩見たんだ、大井さんとか。ああ僕もジーンズバーって破れましたまた来るのにもう今じゃあそこ壁壊れないですよね。壊れないよあんなの、はい、で新宿も行ってな、行ったっすよ。もう六本木も行ったし、もう門限破りして、あれ行くあれさキャンプの時だ初日。そうですそうです。今日はキャンプ行く前に六本木かなんかで、そうです、森山さんだとなんとかもみんな取られて、そうですそうです。あれいくらだっけ罰金あん時が100万円です。19歳でな、二十歳ぐらいだね。二十歳ですね。それで、あのコーチのとか選手とみんなのミーティング終わった後にさ、あの選手だけになって、トンビさんが、あ、そうです。温度取ってくれたの覚えてる？あ、そうです。あの時、あ、その時は、あの時本当じゃん、300万が取られなかったっけ？いや、そうですね。最初は、最初6月ルーキーの時に、うん、仙台で佐々木と飲んで、うん、それがバレて、うん、給料1ヶ月分持ってこいって言われて、うん、その時僕600万だったんで。うん、50万も出たんです、うん、それで次また何かで、あ、フォーカスかな、あの頃フォーカスだわかなんかされて、うん、それで100万円払って、うん、それでシーズンオフに、うん、それでキャンプイン前日捕まった時200万。そうだよな。そしたら東野さんが、まあ、ちょっと富さんちょっと喋り滑舌あんま良くないじゃん、はい、ああ山本あーって俺らは大体分かったんだけど、何が聞きたいかっていうと、いやあ、もうダメだな、あ、サラリーマンの年収ぐらいだと200万は。それをちょっと今俺ら球団選手会として交渉に行くと、そうですね、でちょっと下げてもらおうって。200万だったんじゃなかったあれ。そうです100万。そんだって100万だもんな。そうですそうです。もうあの時僕200って言われた時に僕やめようと思いました。あ本当にもうもういいや、もうやめようと思いましたね。100って言われるな。はい、あのさ、時代だなあれ、平気で球団が200とかさ、球団っていうか監督コーチが言えるわけじゃん。俺バイバイゲームだったじゃないですかなあ、はい、で全力疾走しないで1万円引かれてたとかさ、ありましたね。うん、もう井原さんありましたね。あったよ。俺なんか全力で走ったって遅いのにさ引かれてたの。俺本気で抗議行ったんだからほんで俺も門限破って見つかって50万罰金だったの。あで俺矢田さんとか誰か、黒田さんか誰か忘れたけど、誰かコーチに交渉行って分割にしまったんだもんね25万ずつで、あの奥にさ、トープリでビンゴゲームやってたの覚えてる？やってましたね。賞金いっぱい買って、はいはい、それ秋山さんが50万円相当の毛皮のコート当たっちゃってさ、俺がニナリッチとかなんかドックルが使うような香水が2万円相当なの、俺のだった、あの50万は、あの毛皮のコートあの頃平気で罰金取られたもんな。あ、すごかったですね。いやでも練習もきつかったよな西武は。100m100 本とかやったね。やりましたもう死ぬかなと思いました。あったもんな、はい、出した半分にしてやるって言うからよっしゃーっつったら 200m だったっていうなんだその半分っていうのはって、はい、あれ卵一周もやった。クールダウンやりました。やってんだ清良まで。やりました。それだ1個しか違わないもんな。萩生田さんが早かったです。早かった。あの短距離も長距離も早いんだから、はい、なんとかついてこい。クールダウンで40分以内で用意ドンっつんだから何もダウンになってねえだろって。クールにならないので、今日早かったじゃんだって。はい、僕ずっと全然40分きつてたもんな、はい、俺が1時間かかったから精一杯。8キロだよ8キロ。40分で帰ってくるわけねえだよそんなの。でさ、俺覚えてるのは、俺がアメリカから帰ってきて3年目は1年間土井さんもいたから、はい、ずっと一軍に入れたのね、代打で、はいはい、その時にちょうどエンジン組んだ時に、はい、キヨが次のバッターかなんかなのにキヨはもう用意しなきゃいけない。あの頃履き替えたじゃん、はい、スパイクとポリ。そうですね、人工芝居と打つとキヨと、はい、で黒江さんがさ、キヨお前もちゃんと聞いてけって言われて、何したか自分で言いなさいよ。いや、あのネクストサークルの次で、あの履き替えてたらミーティングやってたんで、キヨお前4番だったらなんかあのミーティング聞かなくていいのかって言われた瞬間に、僕
もうバッターボックス入って先頭もゴロだったんで、そのコーチの足元にそのスパイクを叩きつけた。そうだね、やったな。俺も見てた。あの時もベンチタクマシーンで、チャーリーシーン、やったこいつ。それやったか。でもあれは、黒江さん、今すいません、謝るけど、あれはやるよ。だってもう、打席に集中して、で、はっきり言ってエンジンってさ、大した話しないじゃん、あれ。もういつもしないですもんね。やめなさい。でも今もプロ野球やってますけど、大したこと言ってないと思いますよね。だから言わないだろうな。まあコーチがやってる振りが多いだろうな、そうでしょうね。なんか相手に対するポーズでしょ、ね、プレッシャーとか、うん、ちょっと考えさすとか、ピッチャーに対する圧力でしょうね。そうそう、言うのは大体決まってて、まあ、ちょっと高めでやっていこうとか、みんなで頑張ろうとか。そうですね、分かってるよって話だろう。本当大したことしゃべってないですねでそういうでもその清がライオンズでこう活躍してても、はい、やっぱジャイアンツ好きだったでしょ。そうですね、やっぱりあの中継はあの時は絶対に日テレですかね。日テレ絶対やってたじゃないですか。絶対やってたじゃん、はい、だから自分らのデーゲーム終わった後セ・リーグは泣いたわけじゃないですか。だからよく見てましたね。あれ巨人戦も見てました、見てました、はあ、パ・リーグは基本土日デーゲームじゃないですか、うん、ジャイアンツはもうずっと泣いたわけじゃないですか、うん、だからジャイアンツの試合は結構見てました、うん、はい、あの清のさ、俺バッティングも実は一回も話したことないんだよな、清と、はい、で、はい、俺清のこと見てて思ったのは、バットも最初は普通のこう、まあ普通の色のバットじゃん、はい、昔使うちょっと茶色が入ってるような、はい、焼き目があるみたいだったけど、清ってさ、あの漂白したバットを清が一番先に日本で使い出したんだよな。ああそうですね、真っ白の、真っ白なやつですね、うん、でそれがあの青玉なんだけど、ちょっとこうホワイトアッシュみたいなこうちょっとひっつく感じが、あそうです、ね、出る上なこと言ってて、はいはい、でも使った方がいいんじゃないって言うから使ってみたらめちゃくちゃ良くてさ、あれ、あ実は原さんとかも使い出したんだから、みんなあれ。あそうなんですか。そうだよ、あれ、あれだ、地球規模から言ったの、言ってみたのメーカーが。あそうそうそう、そう、はい、僕はそう、なんかすごい気になったんで、うん、はい、黒いバットに変えたのも、うん、僕は硬い木が欲しかったんで、うん、途中から硬い木が好きになったんですよ、うん、最初はこうベチャッとこう、うん、それでその今青玉がないっていうことで、うん、よくあのオールスターゲームでね植林してるじゃないですか、うんうん、それでいいところに白木のバットは節が出ると使えないと、うん、それで黒く塗ったらそのいいバットが多く来るっていうんで僕黒バットにしたんですけど、うん、あそうなの、はい、やっぱり全然いいバット来るようになったんですけど、うん、あと審判するとファーストなんでいろいろ話すじゃないですか、うん、でハーフスイングとかよくあるじゃないですか、うん、やっぱり審判は黒いバットの方が見づらいって言われたんですよ、うん、そのハーフスイングが、うん、あこれいいなってそれもあったんだ、はい、それで黒にしたんですよ。はあ、はい、突然黒にしたもんな、時代も、はい、あんだけあの白い木にこだわってて でも形を変えなかったね。これは2001年ぐらいですかね、うん、バット工場行って、うん、僕どうしても詰まってボンダが多かったんで、うん、それでこれビール瓶型じゃないですか、うん、ちょっとその手前重心に、うん、あの時もう筋トレもしてたんで、うん、それにたまたまランディーバースのバット持ったんですよ、うん、ほんでこう、あ顔つきいいなと思って、うん、ほんでヘッドの部分はバースのやつにしてもらって、うん、でグリップからそのヘッドマークぐらいから下は自分の元々の形。じゃあこの辺もちょっと太くしたってことだ。あそうですそうです、その分ちょっと先っちょ抜いて重量を。あ、なるほどなるほど。グリップエンドなんか全然変わんないと思う。キヨのさ、バッティングをだから聞きたかったのは、俺ではバッティングが一番大事なのはタイミングだとか、ボールの見方こうがいいとかあるけど、キヨ、はい、が、じゃあさ、今その息子に教えたりさ、少年野球に教えるって言ったら、どうやって教えるの？いや、先輩があの YouTube 上げてたじゃないですか、うん、タイミングの取り方、うん、そのボールの見方。うん、僕全く一緒ですよ、うん、はい、やっぱりタイミングなんです。そこまで言わなくて何、今キヨ聞こえなかったぞ。いやいや、これ本当に今今いろんなその野球の YouTube 上がってるじゃないですか、うん、結構見てて僕イライラしてくるんですよ何言っちゃってるの、こいつふざけたこと言ってんなとか、うん、このアッパースイング論とかもうで今子供のスイング見たらみんなこんなのって振ってるじゃないですかライボール革命とか、はい、あれはないな、うん、やっぱりその先輩の YouTube 見てやっぱりこう
トップの位置決まってタイミングをしっかり1、2のところ、そうすぐすごく教えますよ、息子には。やっぱそう、はい、大事なとこだよな、生命線じゃない、ね、はい、まっすぐ打って1、2ので、この間に変化球なのか、はい、それでそのバットはここからこう出てきて、うん、ね、バッヘッやっぱり重たいんで、ヘッドってね、うん、確かにそうですよね、うん、それでここから出すぐらいのイメージもやっぱこうレベルぐらいになるじゃないですか、うん、確かにそれは少年野球とかでも、うん、まあミートポイントを押さして、うん、なるほどなるほど、まあ、どこが一番力入るみたいな、なるほど、やっぱこうヘッドが垂れてる、うん、確かに押せないもんな、はい、うん、先発マルキー一緒ですよ、だからこれ本当みんな見てほしいなって指導者の人は思いましたもんね、今日がやればいいんだよ YouTube だから、あ、まあいやいやそれはちょっと待って、500本以上、500何十、600本だっけ、600本ぐらい打ってるような気を。いや、まあ僕個人的にはそう打ちましたけど、先輩の協力セーブ打線作ったじゃないですか。いや、作ってないよ。作ってない。いや、僕あれ新聞で見ててすっごいなと思いましたもん。いや、全然作ってない。1インチ1000スイングなんかされたら俺、切れるよと思って。いやいや、だから江藤とかやらせてないよ。はい、江藤とかは。あ、そうですか。キャンプの時3000だから。あ、3000ですか、ノルマが。あ、300本。300のティーを早打ちを1セットが300、あ、それかける10、まあ、そこはもう理論はあって、その自律神経の先生がいて、その先生がやっぱ千本ノックには意味があるっていうのを医学でこう解明した先生がいるのね、はい、その動画も見ましたもん、ちゃんと、そうそうそう、もう見逃さずに見てますか先輩じゃあこれからレボーここです、木原さんこんにちはで、その時にやっぱりこう、本当にヘトヘトになった時っていうのは、実は昔からやってる千本ノックって意味があるんだよって言ったら、千本やるよ、その意味があるよって伝えてからじゃないと意味がないっていう、数も決めて、まあ、自分らの時代はね、コーチとかによくバテてからが本当のスイングだみたいな、そう言われたじゃん、何これと思ったけどただやれって言われるから、分かってるからみたいな、ね、そうですよね、ちゃんと科学的にそうやって証明されてるんだったら選手納得しますよね、そう、はい、今日誰か殴られたことある、コーチ、ありますよ、あ、そう、井原さんに、俺ももう本当にもうやっぱし、はい、井原さんやるよな、やりますよね、あれさ、時代が時代ならクビだよ、ですよね僕ここ昔刃あったじゃないですか、うん、あった、ここ貫通しますもん、ここ殴られて、はい、なんでやられたのそれ、いや試合前ってアップで50秒やったやつを第3球場、はい、それでその6秒台だっけ、あれ、そうです、でも秋山さんとかはもう6秒流してもな、はい、6秒切っちゃうじゃねえかぐらいじゃん、はい、僕なんかやっと6秒8とか、まあそりゃそうだ、ほら疲れてるから、はい、それそんなシーズン通してその野球やったことないじゃないですか、あ、確かに高校野球なんかやっぱりへばってきます、1年目にやれたの、そうです、降りない時だ、アメリカ行ってた時だ、はい、キュアーキュアーとか言われて、はい、って言ったら何秒か7秒台になってたんですよ、うん、お前やる気あんのかって言って、はい、って言ったら一気にバカーンって来たんですよであそこ結構ファンの人いっぱいいたじゃないですか、いたいた、はい、その前でやられたんで、やる気なの帰れって言われたんで、そのまま帰ってきましたちょっと一回戻そう話君まだ19歳だった、その分、はい、18だろまだ、って企業だって早生まれでしょ、いや僕違いますよ、あ、違ったっけ、はい、42年の8月です、8月か、あ、じゃあギリギリまだ18歳、はい、俺はやっぱ1年目なの、うん、基本動作ってあるんじゃん、こう股割りしてボールが ありますね、うん、あれしんどいですね、あれしんどいのやらされてたらふてくされちゃったの、うん、イライラしてきて、ほんとケツ落とせーとかやられるんだったら、うん、何くたくたくたくされてんだって言うから、僕はバッティングで入ってるのになんでこんなことばっかりやらされるんですかって言った瞬間、こんな何個も持ったボールでバッカバカ殴られて、俺縫い目だらけになったんだから顔え、プロも殴られんだっていや、すごいですよね、俺ほとんどでも殴られたよ、ほとんどのコーチに、僕は平野さんだけですね、あ、そう、はい、やっぱ原口哲也いいんじゃん、同級生、はい、哲也と、はい、岡田、岡ちょん、はい、岡ちょんが森重和さんがまだ2軍のピッチングコーチの頃に、はい、試合前にさ、森重さんが前の日にボクシング見てきたって楽しそうに話してたの、はい、そしたら試合終わって、岡田と岡ちょんと原口が
なんかね、なんか早く来いとか言われたの、ふてくされて歩いたかなんかしたんだよ、うん、そしたらもう森さんもボクサーになっちゃって、めった打ちして、一発ずつ落ちて、あの第二球場のライトのフェンスで落ちてった。でも森さんは愛情があって、その後に球団にも報告して、自分は今日殴ったと。で今日門限俺が連れて飯とも散々飲ますから許可してくれって森さんが言って、 あいつら朝まで飲ませてもらって、それから今でもいい付き合いしてんの。あ、そうですか。あのメンバーは森さんにもありましたね。僕一軍選手だったんで、うん、その昼食が遅いじゃないですか、うん、朝が、うん、で2軍はもう早くから、うん、あのはい、で昼休みかなんかで森重さんが上がってきたんですよ、うん、怪我してる時じゃ森さんじゃ、いやもう2軍のピッチングコーチから、ピッチングコーチの時、はい、それでやっぱクソ暑いとこでやっとあの食堂入ってきたと、僕すっぱだかで、うん、なんかあの飯食ってたんですよ。そしたらいきなりキムチを顔面にバチーンってきて、てめえ裸で飯食ってんじゃんわなろーんと言ってすいませんって言って部屋走って行って帰ってシャツ着て。でもさ森さんとかはこうなんか怒られてもしょうがない時じゃないですか、ね、森重さんは、はい、井原さんがどうって言ってんじゃなくてまず置いといて、はいはい、怒られてもな、ああ森重さんも、ね、ベンチいてもね相手にこう、うん、睨み聞かせてくれるように、はい、森さんで黙るもんな相手。そうですね、うん、森さんとかさ、はい、森さんがいつもその試合終わったらこう頭にネット置いてこうドライヤーをこうやってる、ね、髪型、はい。あとあれもあった、西宮球場でから行くとき、阪急、梅田の阪急ホテル泊まってたら、新阪急、はいはい、でバスで行ってさ、バスでもちろん行くじゃん。で、いつも清と俺ら一番後ろだったの、はい、そしたら俺とお前寝ちゃってたんだよ、はい、行き品に、はい、で、俺目覚めたら向こうでなんかこっち見て、土さんとか、はい、平野さんとかが、はい、やってんの、俺起きろ起きろ起きろって言ったら清は、はい、お前だけ土さんとか見てから起きろ起きろって、はい、関係ないですよとか寝ちゃってて。たら着いた、負けたんだよ結局その試合。そうですね。で試合期着いてコーチ、監督コーチが降りた後、石毛さんがおられるのに覚えてない、めっちゃ怒られましたよね。すごかったですよね石毛さん。石毛さん初めて怒ったんじゃない、あれ石毛さんも怒んないじゃん、ね、怒んないですよね。なんかすごかったですよね。すごかった、お前ら悔しくないのかみたいな感じで、控えるぐらい集中しろって、うん、で次の日に行くときに辻さんが出てて、俺ときよ。仕方ない。いや藤井寺球場はね遠いんですよ。遠いんだよ西宮も藤井寺もな。混むし。はい。寝るよあれ。はい。もう 寝ますよね。なあ。そしてまたパリーグはデイゲームとか。あ、そうナイターで。ナイターからのデイゲームとかしんどいですもんね。あれやっぱでもいくらファーストでもさっていうか、まあ、その毎日出るってやっぱりきついだろ。俺ほとんどないの、レギュラーがないから。いや、やっぱきついですよね。あの頃、まあ練習もきつかったじゃないですか。きつかった。試合前の、はい、井原さんのロックな、はい、見てたらかわいそうだったもん。特殊だもんな、あれ。きつかったですよね。で、走塁もうるさいのよ。うるさいですよね。だから、今考えたらたよかったんだよ、あれ。もう試合でバテるっていうより練習でバテるって言ってた。はい。キャッチャーだってそうだもん。異常だった練習。キャッチャーはキャンプで見たらもう恐ろしいポジションですよね、うん、僕一番やりたくないポジションキャッチャーですよ。そうだろう、あのワンバンも止めるやつとか、ワンバン止めるこんなやって足こうやって動かされてさ、畳1畳で殺してやるって言われたんだから。ああ、キャッチャーの練習はもう本当、いやでも本当楽しい。あれね、まあまあそのフォローするんじゃないけど、そういう時代があって長くできたらあるんじゃない、企業も。そうでしょうね。やっぱりその西武の練習って今考えると理にかかってるのかなって感じ。それはあんのよ、はい、うん、ただ言ってくんないから、いいからやれって言われるから、はい、どこだと思ったけど、下打ちまでしないですよ先輩だけですね。いや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 、でさ、いや僕はそんな先輩みたいにいちいちこう反応しないですから、ね、いいでしょう。スパイいやいや先輩、ヘッドコーチでスパイク投げれねえよ俺は。いやいや僕あれ1回だけじゃないですか。いやいやいや、俺はだから俺はその投げたことないもん。いやでもさ、でもその井原さんとかがやっぱその厳しいのは良かったのかな。良かったんでしょうね。僕はミーティングでほとんど聞いてなかったんですけど、うん、確かにもう試合前のミーティングでもう眠くて眠くて、もうそうだよな、
もう西武ってミーティング長いじゃない。長い。日本シリーズにしても。長い長い。合宿したりな。夜間練習まで行ったの覚えてるよ、日本シリーズ。夜間練習なの、日本シリーズで。もうとにかくミーティングが長いですね。でもさ、片平さんとかさ、今日は知らないじゃん。太田拓さんも知らないでしょ。拓さんいた？あの片平さんも。あ、いたっけ？代打の右左の。ああ、そう、拓さんいてさ。教昇格止まった時あったでしょ、ち。はい、あります。あの時にみんな夜間練習行くって言ってんのに、片平さんと太田さんは、俺らあのホワイトアッシュのバットでバントしてもバット悪くなっちゃうから行かないって言った時に、すっごいなこの先輩たちはと思って。いや、あの二人はやっぱりすごかったですよね。ああ、片平さんもちょっと大阪の方なんで、うん、大阪弁でやっぱりピッチャーで終盤じゃないですか。うん、持ち星ですかみたいな感じでこうバットこう軽く振って、うん、たくさんなんかはもうバット振らないですもんねで、あの二人メーカーもさ、トラストだかなんかっつって、はあ、あんま見たことないバットだった、片平さんは。ああ、太田さんなんか GPC だよ。そうですね、メイク機械ですねいや、それでたくさんが素振り一回もせずにヘルメットかぶって出て行ってスプレーさーって振ってこれバッターオフさんは一回ぐらい振るかな。それでこんな球打ちますからね。テレリー一冊仕事にすごかったよな、ちっちゃいのにな。先輩怖かったですよね、たくさんは特に。でもその、でも清はその先輩に怒られるって一回もないんじゃない。その森さんもコーチじゃん。だから選手間で怒られることしなかったじゃん。いや、太田たくさんに一回があったんですよ。あ、そう。まだそんな打ってない頃にバントのサインが出て、うん、バント失敗したんですよ、うん。でベンチ帰ってきてヘルメットバーンって叩いたんですよ、うん、あの地面叩きつけたんですよ、うん、お前ちょっと来いって言われて、たくさんに、はい、お前ね、このヘルメットがお前自分の頭を守ってくれるんだろう、うん、そのヘルメットをお前地面叩きつけたのどういうことだお前とか、うん、殺されると思って。確かに、あの喋んないしな、普通、うん、普段喋んないじゃないですか。喋んない。それから僕ヘルメット大事するようになって、うん、あの引退まで使ったんです。懐かしい。はい、だからたくさんに敷かれてなかったら僕はヘルメット大事にしなかったと思います。うん、だからデッドボール強かったもんな、キヨ。いや、ベンチ帰ったら痛いです。いや、骨折して休んだとかなんて聞かなかったもんな。もう折れたってみんな思った時でも。いや、僕骨折したことないと思うんですよ。そうでしょ。はい、分かんないでしょ、骨折。分かんないです。いや、だからいいの、俺ら大人になって心の骨折したからいや複雑骨折じゃないですか。粉砕骨折でもさ、六本木も行ったな。行きましたね。遠いですね。所沢から青梅街道走って。それでさ、あのね、俺言っとく、清ってめちゃめちゃ優しいよ、これ男は。だって お前覚えてないと思うけど、あの頃さ、タクシー止まってくんないじゃん。あ、止まってくんないですね。うん、でみんなで今度青山行くぞとかなってんのに、俺ら所沢までっていうのを店で書いて持ってって、清と行く2人で行くわけじゃんで、その階層が空車になってくれるわけだよ。そうですね。でさ、車やっと来たって、清止めろ止めろっつってんのに、誰かその忙しそうな人いたらどうぞどうぞとか言っちゃって、清待って、どうぞじゃね、いやちょっと忙しそうなんでやめてよって。いや、バブルの時代そうでしたもんね。そう、そう、1万円出してる人もいましたもんね。こうやってもう、いや、今日は譲って、優しいなーって。いや、それ1回だけじゃないですかね1回だけだよあと、あれ覚えてない？赤坂で優勝した日本一になった場合、はい、赤坂のクラブ借り切って、はい、清と俺、助走して、あ、やりましたね。まあ、YouTube だから言っちゃうけど、助走して、ね、お前と手つないで薬局行って買ってこいって先輩らに言われてそう、本当で、あの頃動画がないからいいけど、今じゃ大変だね。だってまた入ったんだよ、あのワンピースのブカブカなやつが清も俺も。でホステスにこう、え、化粧みんなバッチリしてもらってさ。そうですね。で、あの六本木行った時もさ、ゆう覚えてる？覚えてます。カジさんもこの間も来てくれて、あ、モノマネの、そう、あ、はい、カジさんといろんな話してたんだけど、河合俊ちゃんも合流して。あ、そうですね、はい、覚えてる？覚えてます、覚えてます。顔どっちが投げかやったの？投げました、テーブルでそれで河合さんにこのデコピンを思いっきりやったんですよ。ここブワーって腫れてなんでなんで
やらせろって言われた。3つぐらい上ですよ、僕の。上上上、うん、それでバレーボールあんこんだけですよ。それでバチーンって僕もちょっと、おいいっすよみたいな感じで。ここ、ここになりますよ、ここ。あれ言うじゃん。言うだよな、みんな集まったもんな。ああで、富士フィルムが人気だったんだ、バレーが、男子バレーが。あ、そうです、そうです。川合俊ちゃんからもスター選手がいっぱいで。で、結局5センチぐらい俊ちゃんの方がでかかったんだよな。長かったです、長かった。長かった、長かった、長かった。あ、キヨって意外に小顔だって。いやいや、川合さんこんなでかいですかね。顔こんなだな。で、キヨはその、秋山さんとかはさ、はい、鍋ちゃん切符よかったよな。よかったですね。アメちゃんだけはどこ行ったって払うんだから。ナメさんは本当もう群馬のヤンキーそのまんまですよね。だから岸和田の不良と群馬の不良と茨城の文武両道という。だからあの狭い部屋でナメさんの汚い部屋で、ね、洋服だらけのそこでもう灰皿こんなになってますよね。あれこれさ、基本セブンスタジアムあったっけ。僕の時マイルドセブ ン、はい。この間もタバコの話になったんだけど、はい、もうマイセンとセブンスターっていうのはもうこれ両党だよな、もう。そうですね。で、森重和さんとか不良っぽい人がちょっと、ね、パーラメント。そうですね、4目ですね。高いですよね、280円ぐらいでしたね。そういう時代あったよな。そうですね。で、あの どこ行ってたの、一人で。今度一人っていうか仲間が行ったの。だから都内では僕、根本さんって自分の金で飲み歩けっていう。あ、そう言ってた、はい。食うもんなかったら水飲めって言われた、はい。それで僕もちょっとみんなに連れて行ってもらってるうちに、うん、こそっと一人で遊び行くのが好きになってなったよな。ほら、なってたよ、いなくなったんだから。いや、ただ俺ね、根本さんのすごいなと思って今守ってるのは、根本さんは1回目ごちそうになると、1回目は大久保さん行きましょう、はい、2回目は大久保君行きましょう、はい、3回目は大久保行くぞ、はい、4回目は大行くぞって、はい、5回目断ったらてめえなんで来れねえんだっていうのは谷町だって。そうですね。で、俺ね、俺だみんなに言ってんだけど、キヨのすごいのは銀座で遊んだとか、俺ね、キヨ50億ぐらいションペンにしちゃったんじゃないかって言ってんの。いや そんなはおいしいですけど、やっぱりそういうふうな教えはずっと、守ってましたよ。そうでしょ。今でさえごちそうになるようになりましたけど、うん、もうずっとそれはなあ。後輩立ってさ、はい、何人いたってキヨが払ったっていう話は聞いてたよ、はい。まあ、ライオンズ時代はそういうなんていうんですかね、先輩後輩ってこうすごく良かったじゃないですか、うん、仲良かった。僕がジャイアンツに入ったらちょっとジャイアンツってこう独特じゃないですか。独特、生え抜きと戸様みたいな。確かに。まあでもあれね、どこの球団もオリックス行っても感じなかった。やっぱジャイアンツの個別感じた。そのやっぱジャイアンツはすごく感じました。まあレギュラーで行くとな、そうなのかも、はい。だから僕はもうジャイアンツでも絶対単独行動しました。あ、だから後輩とそうやって食事行ったのって、うん、まあ、新岡が辞めるとき、うん、あと元木がクビって言われたとき、うん、あと1、2回しかないです。あ、そう、はい、遠征行っても、はい、ホームでも、はい。へえ、なんかみんなあれだもんな、元木とか小田、はい、浩平とかと一緒にいるイメージだけど違うんだね。だからグラウンド上だけだ、はい。週刊誌とかでなんか清原軍団とか清原組とかいろいろ書かれたじゃないですか、うん、それでまたそういう後輩たちに迷惑かかったらダメだったんで、うん、なるほどなるほど。だからもうグラウンド外はもう別行動です。ああ、そう。で、どこ行ったの。一人一人で銀座です。あ、一人。はい。だっけ、あんだけレギュラー張ってさ、自分で清原和弘って知ってるでしょ。だってどういう人かは、プレイヤーとしては分かる。何が言いたいかって、俺がデーブ大久保でどのぐらいの成績でって自分でその出てても分かってるのと一緒で、清原和博ってどういう人か知ってるじゃん。なんていうの、そういうプレッシャーっていうのはあったの。ありましたね、やっぱし。まず16歳でいきなりドンじゃないですか、うん、その世の中のその反応についていけない部分もありましたね、うん。しかもあの寮ってすごいんだってな、橋に聞いたら PN の寮って、もちろん抜け出せないし、はい、男女交際も大っぴらできないんでしょ、はい、あれ、はい。だからもう完全にマスコミとかそういうとこから隔離されてたんで、守られてたんで、うん、もういきなりそういう、だからそのキャンプに行ったらもうマスコミがブワーっているとか、うん、ジャイアンツのそのもうジャイアンツ移籍した時は特に思いましたけど、そのマスコミの数もそうですけど、ファンの皆さんの多さとか、うんうん、もうそういうのを守るのが必死でしたね。
だから特にジャイアンツ行ってこう小表になっていったのは、森に近づかないでくれみたいな。俺そう思ってた。 そこまでじゃないけど、キヨが、いやキヨは親分肌だよ、はい、だけど番長ってタイプじゃなくて、はい、来るなら来いよって行こうよっていうタイプじゃない、はい、毎日毎日ほら行くぞ行くぞほらどうだじゃないじゃない、はい、だキヨ番長って言われてるのきついとかやらんじゃねえかなと思ってたの。そうですね、あれフライデーが作ったんですけど、で結局さ乱闘したってキヨは結局殴んないであげるって変だけど我慢するんじゃん。そうですね、特に年下の子なんかは、うん、僕は外国人にはかかってきますけど、うん、はい、あいつら平気でアメリカで使ったらいけない言葉を使ってくるじゃないですか、うん、使う日本に来て、うん、舐めててくる、うんうん、僕通訳連れて一回広島にデイビーってやつを取ったんですよ、うん、2メーターめっちゃでかいやつが、うん、そいつが僕にアメリカの言葉じゃないですか、うん、それを言ったんですよ、うん、僕から三振取った時、うん、こいつだから僕三振取られててね文句言えないじゃないですかでも その前に東京ドームで一回僕デッドボール当てられたんですよ、うん、僕が見たらしいんですよ、うん、アメリカって変な子いっぱいあるでしょ、うん、あるある、当てられてもピッチャー見ちゃいけない、ピッチャー見ちゃいけないとか、うんうんうん、ガッツポーズはその人に向かってやって、うん、やんないとかあるある、いろいろあるじゃないですか、うん、その市民球場でやられたんで、うん、で次の日通訳僕らビジターで入ってくるじゃないですか、うん、なんかカープが練習してますよ、ね、うん、デイビーがバーッと走ったんですよ、うん、あ、見つけたと思って入れたの、はい、で通訳連れて、うん、もうやる気満々ですよ、うん、もうすぐ鍛えてたんでもう秋山格闘家の、うん、あれに聞いてたんでやり方も、はい、もうタックルから入ってもう素人なんでパンチなんか絶対こうなったりこうなったりするんで、殴るときはこういうだけだってもうプロから聞いて、はい、もうイメージするにくっつりできてて、うん、落ち着いてくる、お前昨日お前俺になんか言ったよなっつったらパーティスが癖でものすごいテンション低いんですよ僕ガー来てるのに、で向こうがなんか、アメリカではなんかガチャガチャ言ってきたんですよ、うん、ここは日本じゃって言えインジャパニースみたいなお前もっとテンション上げろお前みたいなお前今からやるぞお前こらって言って言えって言ったら私は戦う準備ができているみたいな言ったの、はい、もうなんかもういいやみたいなよかったなところどころついてるよな、はい、そいつがテンション上がっちゃってたらやっちゃったかも分かんない、もうガチやるつもりだったんで、はい、それはそうだろう、それでもう肘を決めるつもりだった、肘の決め方も教えてもらったあのさもうやった方がいいよ YouTube、 いやいやそう本当は乱闘に関しては、うん、外国人としか揉めてないですから、そうだよな、はい、とかやんないもんな、怒るけど、はい、うん、いいかみたいな、はい、あと頭の時はちょっと怒りますけど、あれさ雰囲気でわかるじゃん、本当抜けちゃったのかこの辺狙ったのかとかな、そうですね、だから自分がジャイアンツの時にやっぱ阪神から多かったんで、うん、その竹園でミーティングするじゃないですか、うん、その日のピッチャー、うん、そしたら僕の打順が回ってきて僕がこうやって構えてたら矢野がこの辺にいたんですよ、うん、キャッチャーが、はい、おいっでも構えてわかんないじゃないですか、うん、でもビデオで見たら僕バッターボックスからすごい離れてたんで、うん、まだここにいるってことは完全当たるパターンじゃないですか、すぐ頭きて甲子園乗り込んでいって、うん、甲子園球場に続くじゃないですか、うん、でもう矢野、まあ、ベテランの方やったんで後の方行ってるんで、うん、バッティング練習な、なんか T やってたんですよ、うん、矢野もちょっと来いまずは、はい、ちょっと来いと、お前の構えてるとこボール来たら当たってんぞお前すみませんみたいな、あいつちょうど僕の1個下なんですよ、うん、年が、うん、年上には言えないですよ、いや確かに言えないよな、うん、もうとにかく阪神ボッコボコやられてたんで、うんうん、確かに巨人ってじゃあすぐ返すかってなかなか返さないもんな、返さないですよね、うん、返さない、一回僕調べてもらったんですよ、星野さんが監督の時で、うん、ジャイアンツ、まあ例えば年間、チームとして阪神が、あ巨人が、うん、阪神にデッドボールを 20個当てるとするじゃないですか、うん、阪神から50個当てる
たけど、星野さんの時は身内もめった打ち食らったらしいからね。ああそうですか。中村武史が、あそうですよね、マスクできなかったっつうんだから、腫れちゃって、で根性つくわ。武史なんかなんかね、大人そうに見えんでしょ、はい、あいつも半端じゃなくてさ、はい、あれね、どっかのご飯やキャンかなんか食いったら、その店員が態度悪かったっつって閉店になってから店の前でうんこしちゃったんだから昔そんな人多かったよな、なんか、ね、僕あのデッドボールちょっと調べてきたんですよ、うん、このデッドボールあれなんで、うん、今日が受けた数とかじゃなくて、はい、今のあの最近の、はい、セリーグ、うん、18本塁打岡本選手、うん、2四球2個しか当たってないの、はい、で鈴木誠也選手14本塁打5四球、丸選手なんと0、まだ1回も当たってないの、はい、またびっくりするのが、坂本選手、うん、0、右バッターなの、はい、甘くないですか、うまいな、確かに、いやだって相当当てられたよ、はい、ヤクルト村上選手 1、はい、あんだけ左当ててっても、はい、左ピッチャー行くじゃない村上の時、はい、だから本当にまあちょっとね、そのさ、わざとっていうことってそのよりも厳しいとこ行けってなんか暗黙の了解ってあるんじゃない、それもチーム別が面白いんですけど、うん、まあ、ヤクルト最下位ですよね、最下位で一番多いんですよ、21当てられてんのか、はい、一番少ないのがなんとジャイアンツ12だから強いチームと弱いチームが逆になっちゃってんだ、はい、面白いですか、面白いな、だからなん強いチームって何、有名な選手が多くて行きづらくなっちゃってんのかな、バンバン何なんですかね、いや基本は誤解ないように言っとくけど、そのぶつけろって言ってりゃいいんだよ、厳しいとこ行けば投げ損なうでしょって、投げ損なうならひっくり返るようにしろってのは昔の教えだから、そうですね、今は投げ損なったらインコースになってるのに右ピッチャーが右バッターに外に外れていくからバーンって、ああいやこっちで狙ってんだっていうのが、これじゃ徹底して怒られて、ミスすんならひっくり返すとこまで抜ける球でいいみたいな、そうですね、俺はキャッチャーはね、だからあれだけそのジャイアンツ打線をに打たれてるのに他のチームはなんでいかないのかなみたいな、インコースがないもんな、ぶつけろって言ってるんじゃないですか、そういうことだ、そういうことだ、厳しいとこを、うん、こういうとこやっぱりバッター来たら踏み込めないわですよね、うん、っていうことは逆方向のホームランもう打ちづらくなりますよね、うん、今年逆方向のホームランすごいですよね、多い、まあ、ボールも飛んでますし、うん、ボールも飛ぶ、やっぱ踏み込めないんだ、キヨがな、あのライトにホームランって昔からじゃん、はあ、あどうやったらって言ってんの、もともと出足はその PL 入った時に普通に言ったらレフトにホームラン打ってしまうんで、うん、でその日の夜はもう生きるか死ぬかのその先輩からの指導があるわけだよ本当になったの PL って、はあ、もう全身新技だらけですからだって3、4ヶ月で15キロ痩せるんですよ僕、あそれもあったんだ、はい、夜の指導も、はい、じゃあね、あんな今日は甲子園で4番打ったって関係ないんだ PL も、関係ないです、もうずっと雑務してましたし、あの先輩の選択もしてましたし、うん、それで、じゃあホームラン打てへんとこはじゃあライトだなと思って、ライトでポンポンって打ってたんですよ、うん、あホームラン出ちゃうとやっかまれるわけだ、怒られるんで、その日はもう生きるかしらよかったな、それ。それがライト打ちの最初だったんですよ。ホームラン行きづらいところに。甲子園の第1号はライトなんですよ。それ、本当なんだな、それ。はい、それで、なんかコツ掴んだんですかね。生きるためですから。だってさ、あの、今でこそあんだけボールも飛ぶし、ラッキーゾーンもあるみたいなのあるから、福岡ドームなんかさ、みんなライトも入れるけど、はい、限られてたよ。清しかいないって言っていいぐらい、あの福岡ドームでライトに入れる、だって、距離じゃないじゃん、あの頃。そうですね。ボールも飛ばなかったもん。自分と秋山さんがフリーして、うん、フリーバッティングで2本ぐらい入るぐらいでしたから。そうだろうな。それであの福岡ドーム、今何ドームですかね。福岡、なんだっけ、ペイペイドームじゃない、ペイペイドーム。あそこで逆方向にホームラン打ったのが僕と、あとタイゲーニーかなんか。あ、外国人だ。あ、外国人だ、2人だけでした。俺見てたもん、キヨのライトのホームラン打ったの。はあ、そのぐらいちょっと今、野球の質っていうんですかね、うん、違ってきたなぁ、変わってきますね、でもその野球の質よりも何よりもやっぱり清のライト打ちはそんなとこで生まれたっていうそこは単純ですよ、あ、ね、はい、あ俺もねプロ入るまでライトでボコボコホームラン打ってたのは水戸署のグラウンドってライトが狭いの、あだそれを越すのが楽しくて
レフトはサッカー場とつながってるから延々とあるからもう全然つまんなくていうのはあったんだけど、土井正弘さんが引っ張りの人だから、あ、そうですね、アウトコース真ん中にして、はい、赤子だこういうこと、はい、こやっていう、はい、どこから引っ張りになっちゃったの、いや先輩のレフトの打球すごかったですよね。で引っ張り専門だからインコースしか出なかった。だから秋山さんの打球と先輩の打球というか何ていうか質が違いましたよね。違って、まあ俺は大したことやめて恥ずかしくなっちゃうから、なんつったいや、なんて言うんですかね。いやでもね、ここがカーンと強かったですよね。キヨがね、俺優しいなこの男と思ったの。俺がアメリカ行くって決まって、キヨ行ってくるわっつって、で、じゃあキヨが来たから俺が外されたか思ってないよ、そのあ、行ってくれ行ってくれって本当に言った時に、キヨがマスコミに今誰に勝てないと思ってるみたいな質問で、いや大久保さんには勝てませんみたいなの書いてくれた時に、それが俺の鼻向けだって思った時が勝手にあった。ああこんなこと言ってくれんだって、1年頑張れんなみたいな。やっぱり自分も1個年上であれだけ飛ばす人っていうのは先輩初めて見たんで、だからああいう僕はああいうレフトで打球打てなかったんで、すごい見てましたよ。打ってましたよ。打ってなかったですよ。打ってましたよ。いやもう秋山さんはどっちか弾丸なんじゃないですか。え、先輩のやつはバーって綺麗なのが放物線じゃないですか。なんつった、いややめて今日は山張ったの張んないでしょ。あ、基本張らないですね。まっすぐスライダーシュート、はい、フォークは一緒のタイミングみたいな。そうですね、打つ方向は決めたりしましたけど。あ、そう。だからそのなんていうんですかね、もう迷った時はもうとにかくセンターか右中間狙うとか、でこのピッチャーも何でもいいからこう左中間打つとか、だから球種で山張ったりしたりはないでしょ。はい、方角を決めて打ったりする時はあります。そうだよな。でもライト狙って打ったのはあんまりないです。やっぱライト狙うとこうヘッドこっちじゃないですか。確かに。でこうファールの時確かに、はい、あ、じゃああっち行ってるけど、俺あれもいたんだベンチに、山田さんから、山田久志さんから打ったあの右中間場外みたいな時は。あ、そうですね。あれはすごい打球だったね。あれもう基本的に右中間にイメージがあるんだ、はい、で打とうとするのそっちにも打ち方も、はい、打ち方バーンと、それがライトいいだけ飛んでくる。最初からライト打ちに行くとやっぱ右肩も下がるし、やっぱそうなんだ器用でも、はい、俺だからプロでライトに一本もホームラン打たないで終わったぐらい引っ張りだったからさ、まあ、もう俺はもう俺も器用迷宮界いいんだから、俺ももう一歩だったんだよ1900本あと聞いてる。いやいやあと1900本で迷宮界入れたの。もうちょっとじゃん。もう加藤さんみたいなこと言ってますよ加藤さんと一緒じゃないですか加藤さんいつもわしの生涯ヒット数イチローは1年で抜くってまあ同じような仕事だし代打とかさ清、俺ね清にね、例えばまだ俺ら53歳じゃない、そうさ60でもいいからプロ野球に NPB のユニフォームを着てもらいたいの。あ、そこを目標にしてほしいんだよね。そうですね、はい、急になんでそんな真面目な話。いやいや本当はそれが言いたかった今日は一番は、そこを目指してほしい、持たせてくれてるって言ったら俺は安心して、はい、安心していれる自分が。あ、そうですか、うん、まあ今年はアマチュア資格も行こうと思ってますし。ああいいね。薬物の方も、うん、なんとか薬物資格、うん、アドバイザー資格みたいなのあるんですよ、うん、それも取ろうかな、うん、はい、その遠い先にその NPB のユニフォームっていうのは、うん、やっぱり自分は持ちつけないといけないと思ってますし、まあ今できることコツコツ、昔はちょっと僕ウサギみたいなぴょんぴょんこう来たじゃないですか。確かに。やっぱりそういう今は亀のように、うん、もうずっと行ったらやっぱりウサギに勝てるっていう。そういうことなんだよな、はい、だから俺ね、僕亀買ったんですけど、家に亀3匹いるんですけど買ったこう亀見ながら、あ、こいつら偉いなと思って、ちょっとあと首引っ込めて、あ、僕なんか今まで首引っ込めずに人生送ってきたんで。そうだ、ね、俺だから思うけど若い選手に言ってきたのは人生五分だぞと、ね、なんか早い回にホームラン打って調子に乗ってると8回にエラーしたりとか、ヒヨって絶対それは自分の努力があったからいいことはあったんだけど、あまりにもいい素晴らしい野球人生だったじゃん。そうです、ね、はっきり言って、はい、だってさ、あのオリックスが最後、またオリックスユニフォーム着れる状況じゃないのに着れて、そうですね、はい、でしかも最後のさ、引退試合なんて、あんな感動的な引退試合もなかなかないよ。そうですね、本当にまだ地元大阪帰れて大木さんのおかげなんですけどね。あ、それも、はい、だからそれ清の生き様じゃん。あ、
だからそれでしかもさ50億銀座でおしっこにしちゃってる。使ってないですか。使ってないですか。はい、そういうまあなんか自分の努力だけどできた人生でやっぱ悪いことが今起きてるけど、また今言ったように必ずいいこと、いいことって俺思ってるのね、はい、ちょっと考え方が今変わってて、人生5分でいいことと悪いこと半分だったんだけど、今は悪いことが半分絶対起きんので、あと半分は悪いことを乗り越えるために頑張る半分、はい、でちょっとでも乗り越えれた時に、うわ今日の酒焼酎うめえなって思える自分でいたいっていうだけなの俺。今だって店だってさ、お客さんを呼べないわけじゃない、でお客さんも出てこない、 でもどう見たって下向いたってしょうがないから、じゃあ何やるかっていうと、じゃあこういうことやろうよってみんなで言ってたりするのがまた楽しくてさ、だから清がそうやって NPB のユニフォームだから、ちょっとずつだからさ、例えば近所のゴミ拾いでもいいからさ、はい、散歩がてらにやるとか、はい、そういうボランティアを先に今やるのもありじゃない、はい、そうですね、うん、そうするとこうみんながこう清のやってる一日一日をさ、みんなが認めて NPP だと思うの、はい、清が例えばテレビに出たとか、そのなんかの仕事でうまくいったとかっていうよりも、毎日の清のその奉仕の与える、はい、自分の時間を人に与えるっていうことが俺一番なんか大事かなと思って。あ、そうですね。やっぱりこの4年間でやっぱり今自分はその他人の人の力を借りない、うん、俺はもう自分でやるっていうのが、やっぱりこの4年間全てなくしたじゃないですか、うん、あの事件で、うんうん、やっぱり人からその助けていただいて、うん、もらわないと生きていけないんだ、うん、あ、人間っていう字は人の間って書くんだとか、そうだな、そういうこととかいろいろ感じて、うん、すごくそういうこともこの4年間で勉強もしましたし、うん、だから今までだったらその道端で頑張ってくださいとか言われると、うん、あ、めんどくさいなみたいなとこあったんですけど、今なんかもう頑張ってくださいって言われたら、あ、ありがとうございますみたいな、本当感動するよな俺は。グッドラックって外人のさっき言ったなんか悪い言葉じゃなくて、外人がグッドラックグッドラックって言うと言葉ってすごくすっと若い時から受け入れられたのに、頑張ってくれって言葉は頑張ってるやつに何でこれ以上頑張んなくなるみたいな思ったけど、今俺もすごいありがたいの、あ、でも頑張れって言われると「ちょこー!」みたいな、だそれを気づいた人生って気を最高じゃない、こっから。そうですかね、まあこれからやっぱりいいことも悪いこともまた続いていくと思うんですけど、うん、だからそれを乗り越えていくのがいいじゃない、はい、ちょっとでも、はい、そういうためだと思うな。そうですね、はい、まあ最初はスタートはそういう子供たちでやったりとか、うん、そういうとこからいろんなことを経験して、うん、はい、例えば俺が何か当ててさ、俺がオーナーになっちゃったら今日やってよって話じゃんだイケイケのホリエモンとかがあれじゃない、オーナーになってくれた方がまず入りやすいかもな全然また話戻るんですけど、うん、先輩ジャイアンツ僕日本シリーズしたじゃないですか、うん、だいたい出てきて、うん、杉山から、うん、満塁ホームランだったじゃないですか、うん、いや同点ホームランな、あ、同点ホームランです、うん、あれ僕ファーストで見ててなんかちょうど見えるじゃないですか、うん、もうこんなボールだったじゃないですか、面倒なのこうやってこれ後で再生してほしいんですけど、絶対打てないようなボールを、杉山はその時も絶好調だったんで、絶好調だったな、満塁ホームラン見た時に僕戦いながら、さあデブよかったなみたいな、あ、嬉しいね、あのなんかあのそのライオンズ出ていく時のなんか僕も寂しかったです、うん、ジャイアンツ行って、ちょこっとやれてさ、ね、うん、ああいう西武の、その西武球場でさ、絶対ざまあみろって思ってるやろなって思う。だから、あの時の心境を言うと、ガーイッ、あの時ね、俺、死んだ親父に、追い込まれた時に、死んだ親父にバッとりだけ当てさせてくれと思ったの、あ、まあ、ちょっと、今、森さんのこと、本当に尊敬してるんだけど、その当時はこの森が俺のこと出して正解だったと思うだろって、父ちゃん1回ぐらい俺の言うこと聞けと思って、あ、そしたら伊藤さんの見たらここに見えたの、パンって、あ、この瞬間にライオンズ伊藤まで見えたの、黄色のそれ見えないですよ、見えないんだよな、ダメだと思って手が出て、で一塁行った時キャーみたいな気持ちで踏んだの、すごかったですよね、キャーと思って僕も感動しましたもん、相手チームだから。で二塁の時、まあ、ちょっと辻さんにいじめられた時期もあったじゃん、俺たち厳しい先輩だったじゃん、その頃いじめられてる厳しい先輩だから、石毛さんってやろうと思ったけど、やばいやばいと思って、サード石毛さんだったから、石毛さんみたいな思って、ホームインするとき、ベンチに指さそうと思ったんだけど、やめとこうみたいに。ざまみろとは、その若気の至りで思ったよ。思いますよね。思った。それがないとやっぱり戦えないですよね。戦えない、あの世界は。ですよね。うん、それを今、我々は正直に話してるだけで、思ってるよ。
ですよね、打席来てぶっ殺すぞこらみたいな気でいくじゃない、はい、よし来いなんてやってたら立てないよ打席ですよね、うん、だから今も野球界見ててもちょっとそういう気迫のある選手がいないな、はい、ちょっと寂しいなと思って、うん、三振してカーみたいなのがいない、はい、鈴木誠也ぐらいだわ。あ、そうですよね、あいつはもうすごいでホームラン打ってもさ負けてた試合なんかこんなの送り込んでられるかみたいな帰ってくるんだから、はい、ああいう人だったよな、はい、だからああいう選手が僕も誠也が一番好きなんですけど、うん、で先輩と話まとめてください。いやいや、だからそういうチームを企業と今日 NPB のユニフォーム着れる、はい、そういうこと70でもいいじゃん、60だって70だって若いんだから、例えばそれを何歳と決めずにもという基本が今その気持ちがあるって聞いたから、はい、安心して行けるっていう、はい、ありがとうございます。もうちっちゃな頃からコツコツとやってみます。そうだよ、そうそう、はい、俺だから前も急に言ったと思うんだけど、いつも俺とお前酔っ払っちゃうから今日初めてだしらふでこんな喋ってんのその俺人生って死に向かって生きてると思ってんの。もう一個はなんか100億稼ぐために生きてるとかじゃなくて、だから飲む時は飲む、仕事する時はする、カラオケやる時は全力でカラオケやるみたいな精一杯やって生きてんのよその何が残るかっていうと充実感が残ってるから、だからいいじゃん清も今その毎日の充実感、どれが仕事したからとかっていうよりもさっき言ったよしじゃあ今日からゴミでも拾おうかっていう1時間も全力でやる、よし出前カツ丼とカレーうどんみたいなのも全力で食ってでまた今日飲むかっていうさ、飲むのも全力でやってさ、ただ目標は死に向かって生きちゃってるんだけど、ユニオンも今日そうですね、うん、はい、まあ、そういう時代が来てくれると、そう、それはもう清の生き様だって絶対、はい、それはだから清最初の子言ったけど、清が悪いやつなら誰も助けないんだって。いや本当に先輩が僕捕まってもう引きこもってる時にしょっちゅう電話くれたんですよ。清飯来い飯来いって、僕もちょっと先輩すみませんちょっと行けないですって、でやっとここまで来れたからみたいな、うん、そうそうそう、だからもう、はあ、誰に聞いたってさ、一回覚醒剤やっちゃった人ってもうその戦いだって誰もが言うんだから、戦うわけじゃん、はい、でも戦ってんだし、もう執行猶予取れてんだから、はあ、このまま上がってこいで行こうよまた、はあ、言っても優しいんだからいやもう本当に、でもやっぱり今年執行猶予明けたんで、うん、やっぱりちょっと感覚は違いますよね。そう、はい、どんなの？その0時1分に終わるんですけど、うん、それまではちょっとドキドキしましたよね。自分で、はい、この1分過ぎ、はい、お結構リアルですね。その嬉しいのと不安なのとっていうの、何なの？そうですね、だからそういう、じゃあ執行猶予を開けたら清原は成人君主になってないといけないのかとか、あいろいろ考えるわけですよ。あやっぱり根っこの部分って変わんないじゃないですか。変わんないよな、はあ、はっきり言ったけど成人君主じゃないですよ僕たちだからまあそういうこれが どうやって生きていこうかなっていうこともすごいね、この執行猶予を開けてもう7、8、この9月ですよね、うん、あっという間に3ヶ月過ぎたんで、うん、だからそのもう本当に今日にちがこう追いついてきてないんですよ、うん、はい、だからあれ今日何日だったっけ、ええみたいな、うん、はい、清原和弘で行こうよ、はい、いいじゃん言いたいやつで、どん州の魚死ゆに泳がずっていう、はい、俺が一番ライオンズクビになった後に1000円で飲ませてくれた寿司屋のおやつさん死んだんだけど、その人に言われたのって、人に何言われたって、もう大筋を行くね、大久保君はね、デブさんはそんなちっちゃな流れに木とか魚に気にしちゃダメって言ってもらったのね。あだからそういう大きな俺ら魚だと思って行こうよ、だってそうやって大きな魚だったんだし、はい、そう大きな魚なんだから、はい、そんなちっちゃいの気にしねえで、はい、いいじゃん別に、わかりました、の正面すりゃ叩かれるわけじゃない、はい、俺らでもいいじゃん別に、本当にしたかったらしょうがないじゃないほらこの間ゴルフ場で脳卒したわ、18番でどうでもならなくなっちゃってだよ、だからそれで行こうわ今日で、この後飲みましょう楽しく、ありがとうございます、はい、ね、はい、そうそう、絶対気を切るよ俺たち、ユニオンももう一回、はい、頑張ります、同じチームで俺もそれを目標にちょっと頑張っていきます、はい、以上、ありがとうございました。